楽天、銀次、現役引退。プロ野球東北楽天の銀次内野手35が今季限りで現役を引退する意向であることが21日分かった。東北楽天一筋プロ18年目のベテランは今後球団に残る見通し。銀次は岩手県普代村出身、選手として在籍18年はチーム歴代最長だった。また一人楽天のレジェンドが消えたな。受け入れ先の話が来なかったんやな。三夜争いで引退興行できんかったらもったいないな。解雇の時に楽天のコーチかフロント入り打診されてたんだっけ。内野ダブついてるからな。お疲れ様やで。これ功労者だから非公式で戦力外伝えたけど、結局どこの球団からも成果からなかったから引退。銀次がムズムズしてるから横尾が2軍のダコーチになっちまったじゃねえか。シエース争いの真っ只中、さよならのチャンスで代打の代打で出てきたのは全くこぶせなかったわ。生え抜きレジェンドなのに引退試合なかったのか。終盤出てきたのが実質引退試合やったね。サンダマンのファーストというイメージ。もう1年くらいやらせてやれよ。15日半単やからそこがリミットやったね。ハム戦で打ったナメオシタイムリーが最後の輝きになったな。新打線やったっけ。銀次ですら引退試合できずか日本一選手は寂しいまくり気が多いの。構想外、戦力外期間を過ぎてもなぜか残ってる謎ムーブやったな。星野が来て銀次はプロ野球人生で花開いた。もう1年やらせて盛大な引退試合をさせてやればいいのに、かわいそうな引退のさせ方やわ。楽天で数少ない有名人やぞ。粘ったけどどこからも成果から受かっただけやな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。